ちらの商品は抱っこだけでなくおんぶにも対応できるレインコートになっています。極力水が侵入しにくい構造でありながらお子さんの顔を出して着用することもできるようになっています。ベビーカバーのフードの部分にはクリアウィンドウがついていて外からお子さんを抱っこしているということが分かるようになっていますし抱っこで着用すると大人がお子さんの様子を確認できるようになっています。2022年春夏モデルからアップデートしている箇所が2箇所あります。1つはベンチレーション機能の追加です。お子さんを抱っこしていると蒸れやすいということもありましてベビーカバーのフードの周辺にベンチレーションホールを追加しています。また両脇に大きく開閉ができるベンチレーションファスナーも設けています。でもう1個アップデートしているポイントがありましてベビーカバーのフードの部分のクリアウィンドウを大きくしています。こうして大きくすることによってより他の人から見たときに中に子供が入っていることが分かるような設計になっています。連れていると雨の日なかなかアウトドアに出かけにくくなってしまうと思うんですけれどもこちらの商品があることで雨でも楽しく外に出て行っていただければなと思います。またこちらのアイテムはユニセックスの商品なのでサイズが合えば男女で兼用していただいたりご夫婦や家族で育児を楽しんでいただければなと思います。